エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ネイジャー岡本です。イロです。じゃあ今回新しいゲスト自己紹介お願いします。株式会社 GA テクノロジーズの私クックと申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。僕がですね、普段、株企画とかで金融投資みたいなのをかじってるというか、ちょっとやってるみたいなところで、ぜひ不動産投資っていうところも興味を持ってほしいということでご連絡いただいたという感じなんですけども、はい、そこら辺詳しく教えてもらえますか。実際に不動産投資とかは今までお話を聞いたりとかそういったことは過去ご経験はないですか。ないです。現に不動産投資といっても結構幅広く商品ってあると思うんですけども、実際に株主さんの中だと今不動産投資ってどういうものだっていうイメージというか位置づけっていただいてるってありますか。銀行融資、借り入れした時の利子と家賃の利回りでその利ざやが収入にずっとなっていくみたいな。だから銀行で金を借りることに抵抗がないやつとか、多少の建物の修繕みたいなところの突発的なトラブルにも対応できるような資産というか、ある人ができる投資みたいなイメージです。まさに本当今おっしゃっていただいた通り、いわゆる借り入れを起こす、レバレッジっていうものをうまく活用して、できるのが不動産投資というものなんですけれども、基本的に我々ディノシーがですね扱っているものとしては、一言で不動産といってもいろんな商品があるので、駅前のビルもあればアパートもありますし、一戸建てもあればマンションの中でもファミリータイプとか 1K 単身者向け住戸、そういったいろんな不動産がある中で基本的に扱っているものとしては鉄筋コンクリートのマンションの築大体10から20年ぐらいの中古の主に 1K 単身者向け住戸、もしくは 1LDK の駅徒歩10分圏内で、エリアは大体東京23区より違うの15区っていう、場所とものなんかを限定することによって、基本的にはそのいろんな不動産がある中で、変動リスク少なく安定して持ちましょうって、そういった商品のメインが使ってますね。確かに地方じゃないから住む人はずっといそうなエリアって、ね、そうですね。なので結構不動産投資ってものによっては、買った瞬間今おっしゃっていただいたそのローンの返済に対して賃料収入が大幅に上回って、毎月買った瞬間から不労所得が発生しますよという商品もあるんですけども、基本的には東京のコンパクトマンションというのはローンの返済と賃料収入自体がトントン、もしくはちょっとマイナスぐらいになってしまうので、毎月は逆に持ち出しになってしまうんですよ。なので目先のお金儲けというかは比較的中長期の資産形成の一つの手段としてやっていただいている。クックさんは GA テクノロジーさんの社員さんなんですよね。そうです。結構人気の営業の方なんですか。一応今営業の責任者として、あ、そうなんですね、やらさせていただきまして、トップの方が、トップの方、ね、一応執行役員という立場ではおりましたので、はい、そうなんです、ね。確かに不動産売ってる感じがご自身では不動産投資やられるんですか。私今4部屋ですね。東京2部屋とあと大阪に1つと福岡にも1つっていうエリアは散らしてまして、だいたい広さでいうと20平米から25平米ぐらいの単身者向け住戸。狭いですよね。そうですね、はい、なんで賃料でいうとだいたい東京だと8万円から9万円ぐらい、はい、大阪福岡だと6万円前後ぐらい、はい、っていうもので、金額でいうとだいたい1件2300万から400万円ぐらいが東京で、大阪福岡は1400万っていう、そんなイメージですね。じゃあ8000万ぐらい部屋を持っていて、ね、毎月30万ぐらいの家賃収入。家賃収入だけだとそれぐらい入ってるんですけども、合わせてローンの返済もあるので、私の場合は頭金とか一切入れずにもう全額フルローンで買いましたので、家賃収入30万でローンの返済が、ローンの返済も30万ぐらいですね、ちょうど。でそこに管理費とか修繕積立金とか、あと管理手数料とかあるので、物々入れた支出って大体30万、34万ぐらい、なので毎月3万円ぐらい自分の手出して払ってます。そうすると20何年後とかに8000万円分のものが自分のものになる。そうです。今おいくつですか。33です。33ってことは50後半ぐらいの時に家賃30万円が自分の収入にプラスされるみたいな。なのでどちらかというと目的としてはそういう、リタイアした後、老後の年金の補填とか含めた不労所得っていう、そんなイメージで、ね、なるほど。起業してる側からすると気が遠くなる話ですね事業スパンはだいぶ長くなりますでも30年後に家賃30万が美味しいっていうより、8000万がドカンと入ってくるのが美味しく感じますね。そうですね、はい、その8000万が、今の資産価値じゃないですか、その辺どうなのかなってなんか気になりますね。将来、30年後はさすがに8000万では売れないでしょうね。そうですね、それはどのぐらいになってるのかなっていうのは気になる
ところですね、はい、当然やっぱり原理原則は緩やかに資産価値っていうのは下がっていきますので、今8000万のものが当然下がっていくんですけども、だからこそまあ場所とか物を限定することによって、まあ、その値下がり率下落率ってところがすごいまあ緩やかにはなってくるのがまあ東京だったりはしますので、なのでまあ下がったとしても 30% 割り込みでも 40% ぐらいの下落幅にはなりますので、まあ、そうなってくるとまあ6000万円だったりとか、はい、それぐらいの資産っていうところはリタイアした後に残せるような、8000万返した後6000万返ってくるけど、それの期間家賃も入ってきているから、まあ結果プラスにはなってますよね、さすがに、うんうんうん、だあと怖いのは一番やばいのって8000万で買って家賃がゼロで誰も入らなくて、で30年経って5000万で返ってくる、はい、新規に30年かけて3000万損しましたが一番最悪のケースですよね。そうですね、うん、だからそこの結構いわゆる空室期間なところは、うん、結構気になる人多そうですよね。そうですよね、まあでもそれは読めないですもんね、そんなもの。そうですね、まあ絶対はない領域になりますので、うん、あとはそのいかに数もに頼るかとかそういう話になってくるなので、まあ我々リノシーが一応管理会社として間に入りますので、一応こう管理のプランみたいなのもいくつかありまして、空室保証みたいなものをつけるプランとかもあるので、まあ、そうすると毎月約 10% ぐらいの手数料を我々がいただく代わりに、まあ、空室が起きたとしても補填しますよとか、まあ、そういったサービスなんかがあったりしますね。なるほど。ってことはでも今月3万円使ってるってことですね。はい、そうですね。とはいえ8000万の借金してるわけなんで、まあ、年収でいうと1000から2000レンジぐらいの人に向いてるイメージですか。お客様の中でもそれこそ年収500万円ぐらいの方も多かったりはしますので、うんうん、1件ってなるとだいたい2000万円ぐらいですね、はい、で毎月8万円で普通に2000万円を8万円で割ると250ヶ月とか20年ぐらいか20年ぐらいだけど、まあ、そこにローンが入ってくるからローンが何パーぐらいなんですか。金利は 1.7% から 2% ぐらいですね。2000万円のものを20年で買ったらざっくり21年目からは8万円入ってくるんですね。そうですね、一般的には今は35年ローンがメジャーですね。じゃあまあ基本的に60、65ぐらいから入ってくるって感じですかね。でも8万入ってくるんだったらそれそのまま全部当てた方がいいですよね、2000万に。そんなことないですか。そこにまあ金利利息が乗っかってくるので、利息は今 1. 何パー。そうですね、実は2000万の 1. 何パーって20万ぐらいじゃないですか。年利でそうですね、残産に対して発生してきますので、じゃあ毎年20何万が発生するって。そうですね。ああ、なるほど、はい。そうすると1年で20万だったのがちょっとずつ下がってって、はい、ってことは家賃を全部返済に当てたとしても30年ぐらいはかかってくると、はい、そうですね、どうしてもそこは損益分岐としては、はい、キャッシュフローってことを考えていただくと35年目以降とかになってしまいますね。じゃあ35年以降にやっとその家賃が自分に入ってくる。そうですね。俺がじゃあ今やったらもう60とかになるんですよ、ね、65に8万円入ってくる。そうですね、でかいでかいと思ってないですよね、はい、だから僕のはさらにそれをスケールでかいパターンにしないといけないですよね。そうですね、おそらく。でも全然こう年収が5、600万の人とかだったらその8万でめっちゃでかいですよね、うん、まあ確かに、うん、年金ぐらいのですよね。そうそうそう、下手したらね、俺らがもらえる時に、うん、年収はねやっぱり数千万とかだと8万、うんうん、みたいな感じですけどね、まあ、で何より多分さっきも言ったけど2000万返し終わってローンをで65歳の時に月8万入って、これもでかいんだけど、多分その時に不動産売れば2000万までいかないかもしれないけど、1000万以上が入ってくるっていうのが多分老後にしては一番熱いかもね。うん、まあ、退職金みたいなもんですよね。そうですね、まあ、だからずっと払ってるからその分っていうのもあると思うけど、でも払ってる分は家賃で払えるんだったらほぼトントンだもんね。そうですね、うん、あとはまあ人によってこうもう少し手前の段階で利益を得たいという方なんかでいうと、まあこう複数部屋とか持って、私なんかもこうまあ4部屋持ってるので、例えば35年目じゃなかったとしても25年目ぐらいのタイミングでそのうちの2つをこう売却をすると、はい、そうすると、はい、ローンの残債まだ残ってるんですけど、うん、売却益が上回ってるので、なるほど、まあ、その差額を他の物件の繰り上げ返済に回したりすると、まあ、早いタイミングでキャッシュフロー発生させたりはできますね。いろいろあるじゃないですか、不動産投資の会社って、はい、でリノシーさんだと何が一番いいんですか。我々リノシーは今一番皆さんに選んでいただいている不動産投資の会社として位置づけいただいているんですけども、一番やっぱ一気通貫で全てをワンストップで完結できるっていう、まあ、そこの手軽さってところに共感をいただいてます。普通だと何が一気通貫じゃないですか。いわゆる不動産会社ってすごいこう縦割りなんですよ。例えば広く見た場合、まあ、家を買いたいとなった場合売り主の会社に行くと思うんですけども、賃貸探すんだったらまた別の会社に行くと思うんですね、はい、リノベーションしたいってなったらまた別の会社という形で、かなりこう、まあ、大手の財閥系の会社とかでも完全に分社化されちゃってる、はいはいはい、うちの場合はまあ販売も当然やってますし、その管理もしますし、まあ、そういったリノベーションとかも自社で全部 M&A した会社がグループ会社で持っていたりしますし、売却の際も自社のプラットフォーム使って売却できたりとか、はいはい、あとはまあ税金関係の確定申告のサポートだったりとか、まあ、そういったまあ全ての持った後の発生するコースなんかも管理できて、かつ全てうちアプリでできるんですよ。不動産で紙が多いので、うんうん、いろんなところから書類が届くんですけども、それをほぼほぼアプリに集約させてより
より手軽な。買った後楽ってことですね。そうです、おっしゃる通りです。じゃあ普通は買った後あんま楽じゃないってことですか。結構めんどくさいです。あとはまあそのアプリで管理できるプラスアルファ物件の仕入れってところにも、まあ、うちこう AI とか RP を使って仕入れておりますので、まあ、いろんなところから物件がかなり集まるようなスキームを持っているので、物件のクオリティって観点でいうと、まあ、業界ナンバーワンというところは誇ってますね。 GA テクノロジーさんってめちゃくちゃでかい会社ですよね。今そうですね、売上先期で1100億を超えて、ちょうどこの3月で創業10年10年で1000億マジ半端ないよね。3年したら10年じゃないですか、ストックさん。いや本当だまあまあ不動産業界っていうのももちろんあると思うけど、まあ、そうですね。東証今マザーズの今のグロースの上場もしてますので、はい、超有名ですよね、はい。さっき飯田が言ったように多分年収500万から1000の人たちは喜ぶかもみたいな。そうですね、その期間が僕あんま記憶がないもんで誰もがね、僕らみたいに自分で事業やったりとかっていうので稼ごうっていう人ばかじゃないないですからね。もう結構周りに不動産投資やってる人多かったですよ、会社員の頃。あ、そう、野村証券すごい。だから証券会社だから投資とかになんかこう抵抗がないんで。抵抗ないですかね、うん、俺らやっぱ最初投資ってなんか不安から入るから。あ、うん、あと証券会社とかやっぱ野村さんとかは信用力がすごいあるので、レバレッジ、お金を借りれる枠がやっぱ広いので。普通にじゃあサラリーマンだったらその借り入れとかもまあ問題なく審査下りる感じなんですか。そうですね、大体年収のまあ8倍から10倍ぐらいまでローンが組むので、意外と1000万の人だと1億円ぐらい投資を組むんですよね。じゃあ僕は10億円ぐらい。10億円ぐらいいきます、はい、10億円の物件でどういう物件ですか。一つで10億だと1つもう本当にもうみんな1つの私のお客様とかでもお医者さんとか外資系金融機関の方とか年収 3,4,000 万とか人は 2,3,000 万の物件をこう10部屋とか20部屋とか、はいはいはい、そういうもう数を増やしていただく方多いですね、はい、数増やすとやっぱ大変そうなイメージですよね、管理が。そこはどうなんですか。全部紙で来るともうどれが何の物件がわけわかんなくなりますね。僕も4部屋ですけどもちょっとわけわかんなくなりつつありますけども。そこはどうカバーされてるんですか。まあ、それこそうちのリノシーなんかも全部アプリで管理できるので、基本的にはその建物管理会社とかで送られてくる書類もお客様ではなくうちを経由してもらうことによって、はい、全部アプリでプッシュ通知が行くようになってますので。じゃあもう買おうと、僕は年収500万円ぐらいの人が買う3000万4000万ぐらいの物件を買おうと決めるじゃないですか。で買おうって決めてから実際に家賃が入るまでってどんぐらいなんですか。これ今すごい早くてですね、だいたい2週間から3週間で、そんな早く入るんですか。すごい早いです。ローンも込みで。込みです。審査とか決済までですね。何をするんですか、買うってのは。基本的には物件を決めてから銀行のまあ書類とかを署名捺印とか、今もねウェブ上でできたりするんですけど、ほとんどが売買契約もウェブ上でできたりもするので、まあ、その契約で銀行の審査というのはもうこれ電話面談とかなんですよ。なのでその契約審査もうお引き渡しっていう、まあ、この3ステップが2週間ぐらいできますね。部屋はやっぱ見るんですか、みんな自分で。投資用物件って入居者がいる状態のものを買うんですよ。オーナーチェンジという形になるので、はいはいはい、部屋の中は見れないんですよね。じゃあ皆さんあんま現地に行かないんですか。行かない人の方が多いですね、はい、信じられないけどね結構すごいですね。なんかその土地によってその家賃収入の有無が変わってくるのに。土地はまだ分かるけど部屋の中も見たいけどね普通は。あ、部屋の中もですか、うん、いや自分住まないんですよ。いや住まないけど、だってさ3000万の車な試乗せずに買うみたいなもんだよ。あ、まあまあ、まあうん、そういうのが普通なんですね。まあ部屋の中とかは正直その、うんうん、まあ、変わんないっちゃ変わんないですよ、うん、なので、まあ、スーモとかホームズとかあと過去の部屋の写真とかあったりするので、まあ、大体それ通りっちゃ通りなので。ワンルーム住んだことないからじゃないですか。住んだことあります、20平米の。あるよ。あります言おうとしたけどなかったですね、うん、初めての一人暮らし 2LDK あの普通じゃないですかそれマジ変わんないんだ多分、うんうん、多分この動画見てる人はイノシーさんなんで株元に不動産の2000万ぐらいの案件を営業しに来たんだってなるかもしれないんですけど、一応まあ僕らもこれを聞くことで、まあ、見てる人で刺さる人がいるかもしれないということで今回紹介したという流れですね。逆に株さんだとどういう条件だと買ってもいいかなと思ったりはされますか。今株の方でやってる信託がどうだろうどうだとか金融投資があるじゃないですか。あれがお金を要は自分の、まあ、個人の口座が今1億ちょっとあります。これ5000入れます。5000入れた時に 5% ですとか 3% ですとかって言われるわけですよ。で不動産投資も結局どういうお金の流れがねどうかはまた別かもしれないですけど、それと比べちゃいますよね。節税がどうたらとか、最終的に自分のものになるからどうたらとか、でもその分自分のものに最終的になるからそれまでの期間の利罪が少ないというかっていうの全部込み込みで、結局俺は生きてる間に5000万入れた時にいくら得するのっていう、もう結局そこっすよね。でその計算がややこしいから、しかもなんか節税がうんぬんだとかいろんな営業とかあるけど、要はいくらなの、はい、っていうところがなんかこう全部比べた時に、一応これがお得じゃんってなったら
買いたいけど、それをまあ綺麗にまとめてくれる人ってのはなかなかいないと思うんで、そうですね、意外と競合じゃないですけど不動産投資会社も競合になると思うんですけど、はい、なんか僕みたいにこう競合は FX ですみたいな人多分いると思うんですよ、はい、そうですね、でもなんかそれが綺麗にまとまってるのがないなとは思って、うん、まとめてる時間あったら自分が働いた方が稼げてほしいみたいな、はい、なんかそんな感覚でずっと手を出せずにいるみたいな感じなんで、まあ、結論としてはリザヤがいくらなのかっていうのがバチンと出してくれたら一番いいですね。なるほどですね、はい、なんで5000万預けたらどうなるんですかみたいな、うん、不動産の場合だと、まあ、大体平均利回り 4% ぐらいなんですね。なので、まあ、極端な話5000万の物件をキャッシュで買っていただいたとした場合 4% の賃料収入が、例えば年間200万の、そうですね、200万円の賃料収入が発生しますよと、はい、うん、で不動産の場合現物っていうやっぱり資産も手に入るので、なので例えば東京の物件とかだとやっぱり値段ってそんな落ちないので、年利 4% の200万の収入を10年間持っていただくと2000万円のキャッシュが入りますよと。でその時に仮に同じ5000万円で売れた場合、はい、そうするとトータルリターンで7000万じゃないですか。なので、まあ、5000万投下もしたものに対して10年後のリターンが7000万って考えていただくと、はいはいはい、まあ、準備でプラスになってるっていうところです。まあ、でもそれは同じ金額で売れるっていうのは金融も別に5000万入れて利益いくらで最後5000万引き出せばいいだけなんで、まあ同じ話なんですよね、はい、だから利益がどんぐらいかっていう話ですよね。結論 4% とこんな簡単に言っちゃうけど古川と相談しますがまあじゃあ今の 4% っていうのはさすがに僕がキャッシュで買う場合なんで、実際ローン入れるとそのローンの元本の利息が 4% から引かれるっていうことですよね。実際メールとかで河野さんこれ5000万でどうすかとかって言われた時の方が多分より買う気持ちがお届けします、はい、今日はまずお勉強みたいな、そうですね、はい、すごいです。改めてまた提案きたわらわらわらっていう動画撮りますまあ今の聞いてちょっと興味ある人はじゃあ概要欄から問い合わせてみてください。クックさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。